どうもつやです。営業というと体育会系のイメージありますよね。よく聞く話だと体当たり営業の武勇伝だったり、見込みもないのに契約を取るまで帰ってくんなとか言われたり、靴をすり減らしてなんぼみたいな話も聞いたことがあります。昔の野球部のノリでタスクをこなしているようなところまだ結構ありますよね。確かに顧客と話していくということは非常に大事ですが、場当たり的では成功の確率は減ります。本書は法人セールスの極意を伝えてくれるもので、その要点は戦略的に物事を考えるというところになります。戦略販売では必要な関係者を抑えた上で、営業がいかに主導権を取るかということを考え、販売の成功率を上げていくものです。まず取引先の相手を見極めます。義理人情で営業する人も多いですが、部署移動されたり組織改変が起こったら、築き上げた関係性もろともセールスを失ってしまいます。顧客を人物ではなく役割と考えましょう。全部で4種類あります。まずエコノミックバイヤーと言われる人です。これは価格が価値に見合うか考え、購買の最終決定をする人です。判断基準は採算性になります。通常は窓口になっている人がこれに当たる例はないです。上層部にいます。次にユーザーバイヤー。これは実際に商品を使う人です。自分の仕事への影響に関心があると言ってもいいでしょう。例えば、マーケティング担当者に自動解析ツールを提供した場合、マーケ担当は自分のタスク内でそれが何ができるか、何が楽になるかを考えます。テクニカルバイヤー。これは商品が問題ないかを確認する人です。本当に動作するのか、本当に役に立つのかを外部の専門家に聞いて立証する人たちですね。コーチ、顧客企業を熟知し、味方として他バイヤーを紹介し、必要な情報を与えてくれる軽有な存在です。顧客企業内にいることもあれば、第三者の組織や自社内にいることもあるんですが、あまり見たことはないですね。幻のポケモンみたいなもんです。また、新規獲得ではない場合、ルート営業になるんですが、その際、危険信号を察知する必要があります。危険信号というのは契約を打ち切られる可能性のことです。売れない場合、必ず事前に次の信号が出ているんですね。次に挙げるパターンがその兆候になります。1、情報が不足している場合。誰がバイヤーなのか不明だったり、バイヤーが何を考えているのか分からずにセールスをすると、失敗するということが多いです。敵を知り、己を知ればという格言がありますが、敵を知らないと自陣するというわけです。2、情報が不確実である場合。情報を得ても意味が判断できなかったり、憶測で判断してしまう場合ですね。不確実な情報は必ず裏を取って確実にする必要があります。聞きにくい情報であればあるほど、希望的観測でのバイアスをもとに判断してしまいがちなので、勇気を持って対応しましょう。3、バイヤーにコンタクトできない場合。4つのバイヤーには必ずコンタクトすることを心がけましょう。怠ると売れないです。なぜなら、意思決定者でない人とのミーティングは無駄だからです。相手は偉い社長だから会えないという場合、自社の社長と会う機会を作るなど工夫しましょう。4、新任者へ交代した場合、前任者の約束をちゃぶ台返ししたりする。こういう場合は、すぐにコンタクトする必要があります。ただ実はこれチャンスでもあります。前任者が頭が固くて動かないケースもありますから、新任の担当の場合、成果を出さなくてはいけないという焦りも相まって何かを変えようとするケースはままあります。組織変更した場合、組織変更で顧客の役割は変わります。意思決定者が窓際族になりましたとか実際ありますし、その場合根回しがやり直しになる可能性も高いんですが、逆のパターンもあります。自社に好意的な人が上位役職者になった場合は逆転のチャンスです。実際に会ってみてからも勝負が続きます。顧客の反応を見極めるようにしましょう。売れるかどうかは顧客の反応次第です。反応には4種類ありますので、どのタイプか確認していきましょう。まず売れる見込みのあるタイプです。成長志向型。高い目標に現状が追いついてない状況です。絶えず成長を求められる部署とかですかね。例えば売上が急拡大しているのに生産が追いつかないとか、ノルマが山積しているけれどもなんとか効率化していきたいとかになります。つまり顧客は現時点で困っているわけです。だから設備増強や人材紹介など状況改善のための投資案件には契約の見込みが出てきます。2、トラブル型。トラブルを正常に戻したい状態ですね。顧客は正しい状態に戻せればぜひ買いたいと考えるわけですから、課題を解決できる提案ができれば成功します。次に紹介するパターンは売れる見込みが少ないタイプです。平成型。顧客は現状問題ないと考えている状態です。なので課題を創出できない限り契約は難しい状態のままです。自信過剰型。何もかもうまくいっている状態の顧客です。この場合は何を提案してもダメで売り込み成功の可能性はありません。無理に攻めても徒労に終わりますので、さっさと次の顧客に行きましょう。次に満足と不満足の関係についてです。顧客が満足しているかどうかに気を配りましょう。一時的な成功ではなく、長期的な関係性を築くためには双方が満足している状態でないといけません。相手の足元を見るような条件だったりすると、相手側が疲弊していきますし、同業他社に簡単に乗り換えられます。逆に最初の取引だけ割引とかすると、元に戻した時に相手は離れていきます。顧客も自分も得をする、満足するような関係を目指していくことが大事です。
満足はこれでいいんですが、結果はまた別ですね。結果は定量化できて可視化もできますから、結果を良くすることは大前提になります。ですが、良かった悪かった人によって違いますから、最初の契約の際に成功要件を聞いておくことにしましょう。理想の顧客を決める。これは何かというと、売ってはいけない顧客というものがあります。これはコストばかりかかっていて売上が上がらないという顧客のことです。だから理想の顧客というのを明確にして、新規開拓の時はその条件に合致しているかどうかを確認する必要があります。やり方は単純で、過去のデータの中から理想の顧客について条件を書き出します。同様に最悪な顧客についての条件も書き出します。こうすることで付き合う相手を見極められますから、余計なコストを出さずに成約率が上がっていくことになります。最後に案件管理の仕方です。これはセールスローとセールスファネルというやり方を使います。案件についてはよくありがちなのが、今ある案件に集中してしまっていて、他の案件がおざなりになったり、案件の優先順位を決められなかったりして、何かが同時進行で起こっているんだけどちゃんと進んでないみたいなことがあります。全案件の進捗は把握し、管理する方法がセールスロートという方法です。ロートの一番上に案件を入れて、ふるいにかけて制約できそうな案件から取り掛かるという方法です。案件リストの中から理想の顧客に合わない案件を弾きます。その上でそれぞれの条件に満たす案件を振りかけていくことで、戦略的に法人営業に取り組めば、気合と根性の世界から離別できます。やってみましょう。